こんにちは。アニョンセヨ。アニョン。アニョン。今日は、はい、レン君からの企画です。うわあ、久しぶりのね。一日だけ入れ替わってみたい VK バンドマン。うわあ。これはちなみにメンバーではないです。メンバー以外に、はい。メンバーだと俺よくロイになってみてちょっと歌を歌ってモテたいなみたいになったんですけど。うん。1人。いや、何人でもいいよ。いや難しいんですけど、じゃあXJAPAN の YOSHIKI さんで。ガチ。お、めっちゃレジェンドよ。ピアノを弾けるようになりたい、うん、入れ替わってみて。そんなだけで YOSHIKI 選ぶな。そうだよ。いやごめん、あとやっぱドラムはさ、ドラムとか叩けないし、うん、ギターとかボーカルと思ったけど、ボーカルだったらやっぱロイと入れ替わりたいから、うん、ありがとう。やっぱドラム、ヨシケさんになって破壊したいし、そう、破壊したいし、確かになかなか破壊できないもん。そう、でもやっぱあの、別に武道館とかドームとか別に出したくないんで、うん、それは自分の力で出したい。うん、あ、そうですか。ありがとうございました。あ、どうしよう。食べ過ぎ、食べ過ぎ。ゾウさん SGZ は杉蔵さん、やばいな。大丈夫かな。僕は本当に杉蔵さんで、今名前が書き出たんですけど。杉蔵さんになって何したいの？いや、なんかやっぱソロのライブとか、あのルナシーでもかっこいいんだけど、うん、ソロのライブいろんなサポートの人もいるんだけど、うん、多分みんながマジで、まあ、プロフェッショナル音楽集団みたいな、うん、なんかいろんなねグループみたいなのやってて、ソロでバイオリンも弾けるし、うん、天才みたいな。杉蔵さんかっこいいなって思ってます、うん、ありがとうございます。はい、こんにちは。好きな野菜参戦というすごいな、何でもいけるね。俺らでも動画好きなものシリーズ。確かに今日はなんか一日なってみたいバンドマン、ビジュアル系バンドマンですよね。ヨーカさん。おお、ディオラのヨーカさんなりたい。なんで？僕にないものをいっぱい持ってるから。タイプ全く違うもん。そう、やっぱ憧れますよね。なんかまず俺あのビジュアル系のさ細さ好きなの、うん、はいはいはい。なんかリオとかテイカもそうなんだけど、ヨーカさんもすごい綺麗な手しててさ、すごく細くて綺麗なの。細真っ白だもん。細真っ白だから、あの腕ないさこういう衣装とかでここアーモードみたいなのやっててとかよくやられてるんですけど、ああいうのかっこよくて、うん、俺がやるとさちょっとこう男らしい。こんな動きしてもさ筋肉が出てなくてさ、ね、ライティングがやばい。やばい。お願いマスターめっちゃモテたい。ヨーカさんがいい、うん、いいなって思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ね、俺も誰だろう、まあ、ドラママスターたくさんいるんだけど、うん、違うパートで言ったらカーユさん。おお、ベース。めっちゃかっこよくない？ていうか似てるよね。てたまにね言われる。そう、俺めっちゃあのベースを持った時のこの立ち住まいがめっちゃ好きなの。はいはい、かっこよくて、こう低くて、うん。実は俺なんだっけ、このインダストリアルとかも昔開けてたんだけど、カーユさんに憧れて開けて、うん。そうなんだ。結構ねソロとかもねめっちゃなんかアルバム買って聴いたりしてて、カーユさんの手こうやりとね。あ、もう一回やって。これあの、ね、合成でつけた。手つけ。君の全然前世から僕は君を探す。めっちゃ可愛い。あと誰だろうな。あのさ、クイダさんさ、俺個人的にあの仲良くさせてもらってるんだけど、うん、あの人はねゲームがちょっと強すぎて。へえ。俺結構ゲーム強い。そうだね。ゼロヘルツで言うと結構強いよね。そう、あの前さ一緒にサマナーゾーンとかやってた。うん、あれはもうなんか一ターンとかされてもう最悪だったし、あとスマブラもやったの。家行ってスマブラ一緒やったけどもう全然速攻やられて、俺がクイナさんになって逆に俺を落としたい。複雑じゃないか。覚えておいてください。ありがとう。はいはい。俺は誰になりたいかな。俺マジでさ、これ撮ろうってなった時俺ヨシキさんって言おうと思ってたんだよ。いや、わかる。あ、そうなんだ。ドラムセット破壊してみたいな。なかなかさ破壊できないじゃん。そうだね。でもレオに言われちゃったから俺はルキさんになりたい。おお、ここに線描きたいよ俺。かっこいいもんね。ここに線描いてマイクを舐めたい。ルキさん以外しちゃダメだから。そうそうそう。あとねちょっとカイさんになりたい。おお、ガゼットの
マジで叩き方マジでかっこいい。ドラムの叩き方めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。もうね首のなんかねその動かし方使い方がマジでかっこいい。そうでなんかめっちゃパワフルで、うん、もうあれをさ2時間やるわけじゃん。確かに。めちゃめちゃすごいなと思って、あれできたらめっちゃ気持ちいいんだろうなって思うから。なんかさ見てる方も気持ちいい。気持ちいい。そう。あとマイクを離して切れたかかってこいっていうやつもかっこいい。かっこいいですね。だから俺ガゼットになってみたいな。5人。うん。全員。1日ずつあのガゼットのメンバーになって5日間楽しみたいです、はい、めっちゃかわいい。じゃあそんな感じで、はい、これ見てる人もねなりたいバンドマンいると思うんで1日なりたい人と理由とかあったらコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。確かに。そんな僕たちもね今ツアーを回ってまして、はい、6月15日にね ZEP 新宿でファイナル迎えるんですけどまだまだねライブたくさんあるんでよかったら遊びに来てください。なんでだんだんちょっとねどんどん滑ってくんじゃん。今日の動画面白いと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また明日の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。